気まぐれルールでルール変更します。バタヤス今290ポイントありますよ。やった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 さ、290ポイントの人。前回のだって1位が190ポイントぐらいですから。これは楽しい。すごい。前回の1位190でもうバタヤス2試合目で290やから。やったー。味前もまたバタヤスにやられた。はい。私村里村タコ持ってたんですよ。うん、それやのに。バタヤスに白ヘビアサルトでやられたんですよ。私本当に今までで一番悔しいかもしれないです。もう今大声でわーって叫びながら御堂筋走りたいです。迷惑や迷惑や。神経費で何かあったんかなって思われる。レールガンがないですね。ないか。ワイダワイもモロミもバタヤスもレールガンよう持ってたで。なんでやろ、どこにあるんですか。買い占めてます。今回ちょっと僕の気まぐれルールで、はい、はいはい、ルール変更します。はいはいはい。1ポピを100ポイントにして、はい、3位100ポイント、はい、2位を300ポイント、1位を500ポイントにします。ちょっと待ってくれシーズン7ってこともありますんで。関係あらへんって。関係あらへん、6から7になって何やねん。関係あらへん、関係あらへん。ということになりましたので、サンデーの皆さん頑張ってください。ありがとうございます。ほらよし、見えた。よっしゃー、はい、よっしゃー。これはほらこれでもワイダゼロなんやろな。見てください、あんたの連続はやばいですって。これはこれは頑張らなあかんな。ほんまに頑張らなあかんな。まあ、このポイントにしたことでね、本当にバタヤスも大変喜んでると思うんですけども、いかがですか。誰が喜ぶ。こんなもうないぐらい調子よかったのに。なるほどね。だいたい NGK パンパン入ったら1000人入るわけですよね。そうですね。500、300、100、100出したら1000になるわけですよ。そうですね。いやいや、違うよ。MGK を満員のお客さんでやらせてくださいという願いを込めまして。いやいや、1戦目も2戦目もそんな気持ちやて。一切言ってなかったんでね。いやいや、そんなもんな、これ。今回は、それに加えてシーズン7ということもありますんで。いや、関係ないって。1つ数増えただけや。なるほど。すぐ負けんちゃうんか俺。そんなアホな話じゃないの俺。なんか最初の頃に、はい、頼みすぎやねんとかようコメント欄であってんやん。はい、好きにさせるやと思っててんけど、やっぱワイダワイがずっとしゃがんでる見てたら腹立ってくるな。やっと気持ちわかったわ、リスナーの皆さんと。あぶな、落ちて11まで減った。うわ、だ残り11。はい、やばいなこれ。落ちてあと16なってもた。いや、何なってもた。そしたらまだ3、1人目やから。それ聞いた上でまた何もないんだ。早めにね、みんなで協力して。モロミは早めに言うた瞬間ティーンティーンティーン。ガソリン何もやった。ティーンティーン言うてる。うわこれやばいな。あちゃえ、何してんの。
ポイントです。ありがとうございます。あいだいかみせよ、あいだ。いや、攻められるのは僕じゃないですよ。攻められるのは1位返せよ、お前。やっぱりちょっと2ヶ月間ちょっとあの0ポイント続いてたんで、うん、あのようやく最終的にここで結果出すことができて、はい、あの結果正しいですよね、やっぱり2位とね、差が110ポイントも差ついてます。バタヤスが2位ですけども。あ、マジっすか。あ、だいぶ差あるんですね。ほら、ほら、
いや、ほら、はい、じゃあぶっちぎりきたってことですね、今回。そうやな、110ポイント差っていうのはなかなかないですから。いや、おかしい。はい、いや、本当に、はい。さあ、2位はバタヤス、490ポイント。そんなアホな、これ。ちょっとね、1位と差がついてしまいましたが。違う、違うって、差がないって。ちゃうて、俺8ポピぐらいしてるで、3試合ですごい、あいつ1ポピやで。こんな気持ちなの初めてですね、ほんまに。今回ね、2位2回連続っていうのが初めてだということですよね。そこや、そこやね、この悔しさやなって。ほんまは偉大に返せよ、お前。いや、僕せねえのおかしいですから。まだちょっとね、バタヤスの場合はバトルラボがちょっと足らなかったのかも分かりません。いやいやいや、やっとんね、むちゃくちゃやっとんね。ほぼバトルラボしかしてないね。むちゃくちゃやってんのにレベル5やで。まあちょっとね、また対策の方練っていただきまして、バタヤス。いや、練ったん、練りに練ってきたんや。次回また期待しますんでね。次回分かりました、はい、ありがとうございます。さあ、3位はスッチ。もう川端さんに申し訳ないですね、ほんまに。川端さんポピって、ほんで吉田にはもう変な負け方。ロケランジ爆、ロケランジ爆でもう10何歩まで減って、うん、情けない。川端さんどんな気持ちで見てたんやろな。何しとんねん言われてた。勝ってほしかった。はい、まあ、レールガンあんなき言うたけど一切手に入らずに。一切手に入らず。レールガン売ってるスッチも見ることはなかったですけど。なんでやろ、どこにあんねやろ。結構ありましたよ、結構調べよう。さあ、続きまして4位がもろみ、110ポイント。はい、ちょっと前回1位やって、まあちょっと上位3組にも入れなかってちょっと悔しいんですけど、うん、川端さんの今日の感じを見れたので、すごい明日への活力になるというか、うん、どういうことか。本当に1週間ぐらいずっとこのことを思い出して笑えるぐらい楽しいことだったんで、いいもの見せてもらったなって思って。ねえ、やっぱりね。バタヤス見てたら教訓得れますよね。気抜くと負けてしまうんだっていう。抜いてない、抜いてないね、抜いてないね。最後まで気を抜かずにという、はい、教訓抜いて学びました。油断大敵という言葉、心に染みたと思います。頑張ってください。さあ、続きまして5位、アジマイモ、100ポイント。本当に連続でバタヤスにやられてるんで、うん、今度ロール姉さんにどのようにして顔向けしたらいいか。いや、そんなクラの背負わんでええねん、別に。ロン姉さん、ゴイでしたって言いながら今から御堂筋走ってきます。だからやめてくれ、まだね、次頑張ります。週後また練習しといてください。はいはい、ということで、今月の1位はワイダワイでした。ありがとうございました。ありがとうございました。